DD56K51.0153 号規制駅にて、岩手開発鉄道 DD56K ディーゼル、機関車は、岩手開発鉄道で運用されているディーゼル機関車で、ある。4両が在籍する。DD56K の56は、自長56トンの意味である。DD5651DD5653 の3両は、 当初自長53トンであったため DD53 型であったが、期間の乾燥により56トン級になったため、DD56 型に編入されている。国鉄 DD13 型と同系列の機関車であるが、詳細が異なる。石灰石輸送の主力機であり、2018年現在、岩手開発鉄道で最も新しい機関車である。 岩手開発鉄道自社発注の56トンセンターキャブ式のディーゼル機関車で1977年新潟鉄工所制。機関は DMF31SBI を2機搭載する。もともとは岩手開発鉄道が自社発注した53トンセンターキャブ式のディーゼル機関車 DD53 型である。 1968年に1号機が新潟鉄工所で製造され、その後1969年と1973年に1両ずつが増備された。新造時の機関は DMF31SB を2機装備していた。貨物量増加に伴い貨車権飲料数の増加が計画されたことにより、1979年から1975年にかけて機関 DMF31SDI2 機に換装。自長が56トンとなったために DD56 型に編入された。その際、DD56 型と区別するために50番台の番号が与えられた。1993年から直噴式機関への換装が実施されている。ありがとうございます。